ロンサムジョージ、ロンサムジョージは1971年にガラパゴス諸島のピンタ島で発見されたピンタゾウガメの個体。ピンタゾウガメで生存が確認されていた最後の個体であり、ジョージの死によりピンタゾウガメは絶滅したと考えられている。ピンタゾウガメは食用肉として乱獲され、人為的に移入されたヤギと豚がピンタ島の植生を破壊したことで絶滅したと、 考えられていた。だが、1971年12月1日、ピンタ島でカタツムリの研究をしていた、ハンガリー人の生物学者、ヨザフ・ベイングバルグヨが一頭のカメを発見し、港に戻って報告した。翌年春、ガラパゴス国立公園のレンジャーはこのカメをサンタクルス島のチャールズ・ダーウィン研究所で保護した。発見当時の年齢は、 約60歳だと推定されている。この亀は、アメリカのコメディアンのジョージ・ゴベルの呼び名からとって、ロンサム・ジョージと呼ばれるようになった。ロンサム・ジョージは日本語では、孤独なジョージ、一人ぼっちのジョージなどと翻訳されており、種を保存するための繁殖計画が成功せず、メスを寄せ付けなかったことからこの呼び名がついた。絶滅したと考えられていた、ピンタゾウガメが発見されたことから、 ガラパゴス国立公園管理局は繁殖計画を実施した。1990年、イサベラ島からロンサム・ジョージと交配させるために2頭の禁煙種のメスが連れてこられた。20年近く明確な成果はなく、たまに奇形の卵が生まれていた程度だったが、2008年7月20日に、メスの片方が巣を掘って9個の卵を出産したことが確認された。だが、 最終的に16個の卵が回収されて人工フランキに移されたもののすべて武将卵であり孵化することはなかった。2012年6月24日、長年、ジョージの世話をしていたガラパゴス国立公園のレンジャー、ファウスト・ジェレナが水飲み場に向けて体を伸ばした状態で死んでいるジョージを発見した。死亡時の年齢は100歳を超えていたと推定されている。ジョージの死により、 ピンタゾウガメは絶滅し、ガラパゴス諸島に生息しているカメは10種に減少したとされている。チャールズ・ダーウィン研究所で展示されているロンサム・ジョージの剥製検視を行った獣医は、ジョージの死因は自然死だと判断した。また、この時培養用として皮膚の細胞のサンプルが採取され冷凍保存された。ジョージの遺骸はアメリカ自然史博物館で剥製に加工された。 白星は2014年9月から2015年1月まで博物館で展示された。2017年2月17日、白星はエクアドルの国王期でガラパゴス諸島サンタクルス島のプエルトアイオラに移送され、23日からガラパゴス国立公園で展示されることとなった。ありがとうございます。